今からチビミリラには初めてのお使いに行ってもらう。ああ、お使いですか。別にいいですよ。私たちはミニちゃんのお使いを見て感動して泣きたいのです。泣くところないと思いますけど。で、何を買えばいいですか。じゃあじゃがいも。じゃあって何。道中で迷子になってたくさん泣くんですよ。迷子になりませんから。さあ、今日の主役はチビミニラくん。初めてのお使いに挑戦です。上手にお使いできるかな。ちなみに制限時間は90分です。制限時間あるんですか。っていうか、なんでいるんですか。僕たちはここからナレーション入れてるから。集中しにくいな。でも知ってる道だし、別に八百屋さん行くぐらいなら簡単。おやおや、チビミニラくん、ここで道を聞くみたいですね。いや、道は聞かなくてもわかりますよ。おやおや、チビミニラくん、ここで道を聞くみたいですね。わかりますって。おやおや、チビミニラくん、ここで道を聞くみたいですね。わかりました、聞きますよ。すいません、八百屋さんまで行きたいんですけど、道を教えてもらえませんか。八百屋さんはここから右に行くとあるよ。八百屋さんはまっすぐ行ってもないぜ。八百屋さんは左にも右にもないぜ。俺たちの中の一匹だけが嘘をついてるぜ。なんか謎解きみたいなこと言われたんですけど。おやおや、お子ちゃまには難しかったかな。くそ、なんて鬱陶しいんだ。チビミニラくん、やっとお店に着きました。制限時間は残り5分。邪魔のせいで時間がかかったんですよ。あ、チビガマラさんだ。あの人ここでもバイトしてるんだ。え、知り合いなの。うん、前会ったんだ。あの人ね、とんでもないポンコツ店員だよ。あー、ポンコツっぽい。ナレーションが雑談するのやめてもらっていいですか。いらっしゃいませ、バナナでよろしいですか。バナナ良くないですよ。売れ残ってるから買って欲しかったのに。こういうトラブルがグッとくるのよね。泣けるわ。泣けない。店員さん、僕が買いに来たのはジャガイモです。あー、すみません、初めての店番なもので。ほら、特別に半額でいいよ。あ、ありがとうございます。一人でお使いできるなんて偉いね。お店で一番新鮮なバナナ入れといたよ。あれ、なんかミニちゃん怒ってない。これ放射熱線吐く感じ。ってことは初めてのお使いならぬ初めての破壊。まだまだ小さいからね。泣けるわ。